また白髪の男が来た。一日中扉が休まる暇がない。ゲラルト、困ったことがあるの、話せない？何？ゲラルト、一体何の話だ？変な手紙を受け取ったの。どうしていいか分からなくて。誰からだ？イングリッド・ビーゲルバットよ。多額の寄付の申し出があった。ノビグラドからの魔術師の脱出に力を貸したいらしいの。慈善事業というわけではなさそうだな。当然よ、だから困ってるの。ビーゲルバットは私に見返りを求めてる。それが何かは書かれてなかったけど、魚市場で使用人と会うことになってるの。直接会って詳しい話がしたいって。でも今の状況では会わない方がいい気がするの。一体何を恐れているんだ？罠かもしれないでしょ。とはいえこんな機会は滅多にない。資金は必要よ。でもやっぱり君が命を懸ける必要はない。私がそう望んでるの。昔ならもっと簡単に決断できた。拷問されたこともなく、他の仲間の叫び声をなすすべもなく聞いた経験もなかった。あの頃ならね、いつでも逃げられたはずだ。わかってる。でも怖かったの。ディメリティウムにつながれたらどうするの。あなたが助けに来るとは限らない。全く賛成はできない。だがその決意が揺らぐこともなさそうだ。一人では行かせられない。ありがとう。その使用人とはどうやって会うんだ？見ればわかると言ってたわ。青い上着を着て鍵の束を腰に下げてるって。マスの値段を聞くのが合図だそうよ。一体誰の思いつきだ？使用人かビーゲルバッドか。イングリッド本人かな。高貴な生まれの令嬢は時間があるから冒険小説をたくさん読めるの。その青い上着の男とは俺が話した方が良さそうだ。彼は私が来ると思ってるわ。君は近くにいろ。手紙がウィッチハンターの罠でないことを確かめてから来るんだ。分かった。その場所で待ってる。だらけだ。まいったな。何です？マスを一番安く買えるところを知らないか？知ってるよ。でも来るのはあなたじゃないはずだ。手紙の受け取り人のことなら俺が代理だ。忠告しておきますが、俺の忠告はいいから黙れだ。悪いことは言わない。仕方ありません。一緒に来てください。すぐ近くです。なぜ襲われた？わかりません。初めて見た連中です。最近何者かが当家を嗅ぎ回っています。特に伯爵のご子息について。待って、ミス・メリーゴールドは一人で来る約束でしょう。
彼がいなければあなたは捕らわれ尋問されていたわ。背の高い男はバルド・ムリスといってウィッチハンターの手下よ。ええ、確かに。でも今のは予想外のことで、ビーゲルバッド様は挨拶も済んだし、お前が何者か教えてもらおうか。ビーゲルバッド様の使用人です。敵ではありません。なぜビーゲルバッドに直接会えないの？尾行の恐れがあります。最近とても気にされています。それで話は何だ？短くな。ビーゲルバッド様のご子息が問題なのです。アルバート様が錬金術に興味を持たれていることが衛兵の耳に入って。衛兵は心配ないと思うけど、ウィッチハンターがあなたを捕らえようとしたならアルバートも危ないわ。ええ、ご主人様は衛兵を買収されましたが、ウィッチハンターも魔術師の組に金を出すので。衛兵ども伯爵家から賄賂を受け取り、ウィッチハンターにまで密告したか。イングリッド・ビーゲルバッドはなぜトリスに連絡を？トリスでいいのか？マイラ・バイスがウィッチハンターに襲われた時、メリゴールド様が彼女を逃がしたと聞きました。マイラは何度か魔術でイングリッド様を、その苦難から救ったことがあったのです。なるほどね。マイラは高貴な女性の治療をしたことがあると言ってたわ。アルバートはなるべく早く身を隠した方がいい。それなら手を貸せるわ。気づかれないようにビーゲルバット家を抜け出すことはできそう？簡単ではありません。アルバート様は郊外の別荘に隠れておられます。イングリッド様はご子息を密かに連れ出すため仮面舞踏会を開催します。それに参加して彼を連れ出せばいいのね。ええ、あなた様のお力が必要です。使用人たちは信用できません。いい考えだ。それならウィッチハンターの目をくらませられる。噂に名高いビーゲルバット家の舞踏会なら間違いないわ。何百種類のデザートが並べられて、夕暮れから夜明けまで花火が上がりっぱなしって噂よ。戦争などの事情のため今回は85種類のデザートしか用意できません。ナザイルの青いバラの砂糖漬けもありません。あの種のバラは最近手に入れるのが難しく。早く見てみたいわ。舞踏会で問題は起きそうか？難しいのはこの件が大奥様に秘密という点です。なぜ秘密に？パトリシア様は永遠の炎の信者で、アルバート様のご興味もご存知ありません。幸い大奥様は別荘には滅多に足を運ばれませんが。本当に変わった一家だな。私の口からは何とも。早めに抜け出せればいいが。ついてくるつもり？もちろんだ。ライオンの巣に一人で行かせるわけにはいかないだろう。考えてもみろ、85種類のデザートだぞ。そのウエストを維持できなくなるぞ。ゲラルト、その別荘にはどう行けばいいの？招待状です。詳しいことは門の警備に聞いてください。狐の仮面で来てください。幸運を祈ります。向かうとするか？まさか冗談でしょ。準備をして着替えて、何より仮面を買わなくちゃ。舞踏会に必要なものはエリハルのお店で揃うわ。知ってる？ああ知ってる。エリハルはダンディリオンの友人だ。仮面だけでいいだろう。まさかダブレットを着込めとは言わないよな？そのまさかよ。議論の余地はないから、準備ができたら来て。いらっしゃい。春のコレクションを見にいらしたのかな？品揃えを見せてもらいたい。もちろん、どうぞ。どこが擦れたりきつかったら無料で即仕立て直すよ。出来上がれば何も着ていないように感じるさ。
少しカードで勝負しないか。あの癒し手は何だったんだ。
あら、私の言う通りにしてくれたのね。冗談だったのか。まだ着替える時間はあるな。ダメよ、とっても素敵じゃない。準備万端？アルバートのことは？魔術師はほとんど誰も彼のことを知らないみたい。きっとアマチュアね。それならなぜ狙われるんだ、聖堂衛兵団やウィッチハンターに。簡単に手柄になるからよ。だからこそ助けてあげなくちゃね。準備は整った、行こう。こういうパーティーがもっとあればいいのに。こんな時でないとあなたの清掃を見られないもの。ダブレットのせいで脇の下が擦り切れそうだ。こいつの着心地は最悪だ。その英雄的な自己犠牲の感謝は忘れないわ。さてと行きましょうか。